米国女子ツアーでは日本勢同士の優勝争いが繰り広げられ連日のサスペンデッドとなった国内女子ツアーでは混戦の末にノーボギー優勝国内男子では地元で初優勝を挙げるドラマも生まれるなど先週も国内外でゴルフの話題が目白押しだったそれを一挙おさらいする米国女子 LPGA メディヒール選手権 6日から9日、米カリフォルニア州サピコイクラブ、賞金総額180万ドル、約2億6千万円。アジアシリーズ前最後の戦いでは、日本勢が躍動。笹う優花は1打届かなかったが、トータル14アンダーで2位。1月以来となるトップ10に入った。 また予選落ちの多い苦しい戦いが続いていた渋野ひな子も3戦ぶりに決勝ラウンドに進むと3位で最終日へ。佐藤と同組の最終日は71と伸ばしあぐねたがトータル10アンダーの8位タイ。8月の英語女子オープン。前衛以来のトップ10入りを果たした。日本勢は全員が予選通過。上原彩子はトータル4アンダーの32位タイ。 古江彩香はトータル2アンダーの52位タイに入っている。今週は中国で行われるはずだったブイック LPGA 上海が中止となったためお休み。来週の韓国からアジアシリーズへと入っていく。国内女子ツアースタンレイレディスホンダゴルフトーナメント。7日から9日静岡県東名カントリークラブ。賞金総額1億2000万円。 今年から特別協賛にホンダギ健康業株式会社がついた戦いは、初日が好転のため、お昼に中断、そのままサスペンデッドとなった影響で、2日連続の日没順延となった。そんな中、第2ラウンドを終えて、トータル10アンダーの単独首位となった、小岩井桜が中盤抜かれながらも、もう一度逆転して、54ホールノーボギーで優勝。ツアー通算8勝目を挙げた。 1>, 1打差の2位タイにバースデーウィークだった西郷真央、長井花、菅沼奈々の3人。最終ラウンドで66を出した大里桃子が2打差の5位に入った。今週は千葉県にある東急700クラブで富士通レディースが行われる。例ツアーを主戦場とする古江彩香そして全米山を制した馬場崎代々木公2年らが出場予定となっている。 国内男子、for the players by the players。6日から9日、群馬県ザレースム、賞金総額5000万円、ステーブルフォード方式が採用された、日本ゴルフツアー機構主催、ジャパンゴルフツアー選手会が共催する、新規大会は、地元群馬出身の小林慎太郎が41ポイントとして、嬉しいツアー初優勝を飾った。 2位には36ポイントの大岩龍一、3位に32ポイントのジャスティン・デロス・サントス、フィリピン、4位タイに31ポイントの小代達也と竹安俊哉が入った。今週の国内男子ツアーはお休み、千葉県にあるアコーディアゴルフ奈良市の CC で、米国男子ツアーゾゾチャンピオンシップが行われる。 アルバトロス8ポイントイーグル5ポイントバーディー2ポイントパー0ポイントボギーマイナス1ポイントダブルボギー以上マイナス3ポイント米国男子シュライナーズ・シルドレンズ・オープン6日から9日ネバダ州 TPC サマリン賞金総額800万ドル約11億6000万円 米国男子ツアーの新シーズン3試合目は20歳の新人トム・キムことキム・ジュヒョン。韓国がトータル24アンダーまで伸ばして初優勝。21歳になる以前にツアーで複数回優勝を挙げるのは1996年のタイガーウッズ以来。実に26年ぶりの快挙だった。 3打差の2位タイに、パトリック・キャントレー、マシューネ・ネスミス、いずれも米国、4打差の4位タイに、キム・ソンヒョン、韓国、ミト・ペレーラ、チリ、トム・ホージ、米国が入った。今週は、日本開催となる、ゾゾチャンピオンシップ。ディフェンディングチャンピオンとなる、松山秀樹をはじめ、コリン・モリカワ、ザンダー・シャウフェレ、いずれも米国、今回勝った、キム・ジュヒョンらが、千葉県で激闘を繰り広げる。 欧州男子スペインオープン。6日から9日、スペインクラブでカンポビラでマドリード、賞金総額175万ユーロ、約2億5000万円。情熱の国で行われたナショナルオープンは、地元スペインのジョン・ラームが最終日に62を叩き出して、6打差圧勝。大会3勝目を挙げた。トータル19アンダーの2位に、マチュー・パボン、フランス。 トータル18アンダーの3位に、米女子ツアーで活躍するミンジーリーを姉に持つミンウーリーオーストラリアが続いた。今週は同じスペインでエストリージャダム NA アンダルシアマスターズが開催。日本勢は河村正宏が出場する渋野ひな子が前衛以来のトップ10入り、さそういうかと同組でめちゃくちゃ楽しかった。米女子ゴルフメディヒール選手権最終日。 9日、日本時間10日、カリフォルニア州ソミス、サピコイシー、パー72、6位から出た、サソーユーカ、21、i a t p s i は、1イーグル、6バーディー、2ボギーの66をマーク、通算14アンダーまでスコアを伸ばし、優勝したジョディシャドフ、英国と1打差の2位で、大会を終えた。 3位から出た渋野ひな子23サントリーは2バーディー1ボギーの71で回り通算10アンダーの8位直前5試合は4度の予選落ちと不振だったが8月の英具全英女子オープンで3位となって以来のトップ10入りを果たした最終日は笹生と渋野ひな子が同組で回り共に白黒のウェアでプレー一緒に回れて楽しかった笹生めちゃくちゃ楽しかった 渋野ひな子と口を揃えていた。二日間でボギー一つ渋野ひな子が得た自信、前に進めているかな、優勝には5打足りなかったが、プレーを終えた渋野ひな子の表情はスッキリとしていた。めちゃくちゃ楽しかったかなと、最後の1日を振り返った。3位から順位を意識せず、自分のプレーに集中した最終日は、上を目指していなかった分。 強気でいけなかったと、攻めの姿勢は少し足りなかったが、優勝を逃した9月のポートランドクラシックからは確実に一歩進んだ手応えがある。前日までの3日間のようにショットでチャンスにつけられなかったが、めちゃくちゃ耐えた。自分でも、おうっていうくらい難しいところから頑張ったと粘った。スタートから連続でパーオンに失敗し、ショートゲームでパーを拾う展開。 前半9番パー3もラフからの2打目を OK に寄せてタップイン2打目でグリーンを外した11番でも 1m に寄せてパーを拾うなどこの日はアプローチが冴えたボギーは短いパーパッドを外した4番パー3の1つだけ後半2つのパー5でバーディーを取り71でホールアウト通算10アンダー8位で大会を終えた8月の英雄女子オープン 3位以来のトップ10だが、順位よりもゴルフの内容に充実感を得られたことが大きい。3日目を終えて4位にいたポートランドクラシック当時は上位で戦っている手応えが感じられず、最終日に76と崩れた。決勝2日間をボギー1つで抑えた今週は成長できた自覚がある。 全く成長できていないところで行ったり来たりしていたのが今年の初めよりは前に進めているかなと思えたまだ少し話し方に自信はなさそうそれでも一歩進んだ実感を手に次戦は BMW 女子選手権10月20日からが行われる韓国に向かう